あの日、あの夏の日に、私の物語は失われた。父の優しくも大きな手、母の柔らかな声、あの子の愛おしい笑顔、そのすべてが、あの夏の日に、私の物語と共に失われた。公暦2010年8月10日、神聖ブリタニア帝国が突如として日本に宣戦布告、極東で中立を謳う島国と世界唯一の超大国ブリタニア、両者の間には日本の地下資源をめぐる根深い外交上の対立があった。本土決戦においてブリタニア軍は人型自在戦闘装甲機ナイトメアフレームを実戦で初めて投入。その威力は予想をはるかに超え、日本側の本土防衛戦はナイトメアによってことごとく突破されていった。そして日本は負けた。日本は帝国の属国となり、自由と権利と、そして名前を奪われた。日本はブリタニアに全てを奪われたんだ。それは私も同じこと。家族も名前も自分自身であることも奪われた。今となっては本当の自分だと言えるのかもわからない。だけど私は生きている。日本とブリタニア両方の血を持つ私は、偽りの家族と偽りの名前で偽りの自分自身を生きている。私は私自身の物語を、奪われ失ってしまった物語を取り戻したい。そう、これは私が私自身の失われた物語を取り戻すための物語。今日も用事があって。そっか、じゃあまた今度。せっかく誘ってくれたのにごめんなさい。ブリタニア人のクラスメイトか。悪い人たちじゃない。そんなこと接してみればわかることでも、どうしても馴染むことができない。エリア11、ブリタニアの11番目の属領を示す新しい日本の名前。ここアッシュフォード学園はエリア11に建てられたブリタニア人子女のための学園。私はブリタニア人としてこの学園に通っている。半分日本人であることは隠して。あの店長、弱いくせにすぐに勝負に乗っちゃうんだもんな。おかげでバイト代が稼げるんだから文句はないさ。そりゃそうだ。で、終わっ。終わり。前向いてなくて。いえ、こっちも考え事をしていたから。悪かったな。これ、君のだろ。え？ぶつかった拍子に落としたみたいだ。あ、うん。拾ってくれてありがとう。これ折り紙って言うんだろ。珍しいものを持ってるんだな。何もあんな逃げるように行くことないだろ。傷つくな、うん、ルルーシュ。いや、何でもない。彼女、今日は学校に来てたんだな。知り合い？知り合いも何も、うちのクラスメイトだ。まあ、あまり学校には来ていないようだな。マジか。って、あ、やっぱり急がないと店長が負けちゃう。心配ない。どんな盤面でも勝ってみせるさ。折り鶴か。あの人、
神を知ってる。お姉ちゃん、これもらって。これは、折り鶴？うん。いつもご飯を持ってきてくれるから、何かお礼したくて。ありがとう。嬉しい。昔、父さんがよく折ってくれたな。お姉ちゃんのお父さんもイレブンなの？ううん。違うよ。父さんも君も日本人。イレブンなんて、ブリタニアが決めた名前じゃない。そっか。私も日本人。ところで、これどうやって折るの？私も折り方を習っておけばよかった。あ、ダメダメ、開いちゃう。今度教えてあげるから、その鶴は絶対に開いちゃダメだよ。中に何か書いてあるの？だから、ダメだってば。すみません。頼んでおいたもの、用意できてますか？あ、ガーフィールドさんとこの。用意できてますよ。いつもありがとうございます。ガーフィールドか。それは私の本当のせいじゃない。あの人のせいだ。しかし、こんな大量の食べ物をどうするんです？もちろん、食べるんですよ。育ち盛りのもので。はい、お金。前であり。そうだ。教えてもらったエナジーフィラーに変えてから、うちの車の調子がすこぶるいいんだよ。お母さんにお礼を言っておいてくださいよ。伝えておきます。あの人、クラリスさんは本当の母親じゃない。さて、準備も済んだし、ゲットーに向かわないと。ルルーシュは？リバルが連れてっちゃって。あれは生徒会長のミレイ・アシュフォード。それに生徒会のメンバーか。また大打ち？ポーカーかな？それとも二人とも生徒会の自覚がないんだから。お金かけてるんですよ。頭いいのに、ルルは使い方おかしいんです。ちゃんと勉強すれば成績だって。ねえ。何気ない日常の会話。ブリタニアの学生なら本来はこうあるべきなんだ。私は日本人とブリタニアのハーフ。その事実を隠してブリタニア人として暮らしている。でも私はどうしても割り切ることができない。ブリタニア人として生きることはできない。だからといって、ただの子供である私が日本人として生きることもできない。私は卑怯者だ。でも卑怯者でもできることはある。だから。あれ、今の同じクラスの。え、誰誰？ちょっと会長、私の話聞いてます？はいはい、聞いてるってば。うちのルルちゃんは本当は真面目な子なのに。でしょ？もう会長ったら。そんな。貴族最高！プライドあるから支払いも確実だしね。その上8分32秒の新記録。相手の持ち時間も少なかったしな。それにぬるいんだよ、貴族って。特権に寄生しているだけだから。へえ。じゃあイレブンとやってみるか。俺らブリタニア人と違って。ん？ひどいな、無関係な人を巻き込んで。イレブンって怖い。お待たせしました。ブリタニア帝国第三王子クロビス殿下、会見の時間です。帝国臣民の皆さん、そしてもちろん協力いただいている大多数のイレブンの方々も、わかりますか？私の心は今二つに引き裂かれています。悲しみと怒りの心にです。しかし、このエリア11を預かる私がテロに屈するわけにはいきません。なぜなら、これが正義の戦いだからです。すべての幸せを守る正義の。さあ皆さん、
正義に準じた8名に哀悼の意を共に捧げようではありませんか。黙祷。あれ、やんないの？リバルは？恥ずかしいでしょ。そうだな。それに俺たちが泣いたって、死んだ人間は生き返らない。わあ、刹那的。所詮自己満足。どれだけ背伸びしたって、どうせ世界は変わらない。警察のVトールがあんなに飛んでる。疎開の方で何かあったのかな？あ、お姉ちゃん。こんにちは、ひな。一人？他の子たちは？あこちゃんとゆうちゃんはお客さんが取れたから遅くなるって。マリとトモは中にいるよ。そっか。じゃあ中に入りましょう。食べ物を持ってきたの。この子たちは7年前のブリタニアの侵攻で親を亡くした子供たち。身寄りもなく、子供たちだけで身を寄せ合って、ゲットーに隠れ住んでいる。出会いは偶然だったけれど、私はこの子たちに何かしてあげたかった。だからブリタニア人の立場を利用して、食料や薬を買って、この子たちに渡すようになった。そんなことが、何の解決にもなっていないのは分かっている。本当なら、こんなところから連れ出してあげたい。でも、私にはそんなことをできる地位も権利も金もない。無力な子供なんだ。こんなの、ただの自己満足に過ぎない。いつもありがとね。私たちにご飯を持ってきてくれて。ううん。私にはこんなことしかできないから。私がアコちゃんやユウちゃんみたいに働けたらいいんだけど、もっと大きくならないと無理なんだって。そっか。私にもっと何かできることがあればいいんだけど。お姉ちゃんはいっぱいしてくれてるよ。戦争で親が死んじゃった私たちみたいな子供にご飯を持ってきてくれるんだもの。いつか私が働けるようになったらお礼するからね。お姉ちゃん？ううん。ひなからはちゃんとお礼をもらってるよ。ほら。それ、私があげた折り鶴、持ってくれてるの？当たり前でしょ。私の宝物なんだから。嬉しい。次来るときは新しい色紙を持ってくるから、折り方を教えてくれる？うん。素敵でしたわ、殿下。先ほどまでパーティーを楽しんでらした方とは思えません。総督はエリア11の看板役者ですからね。このくらいの変わり身は。まあ、自信が終わりですこと。心構えですよ。自信などとメディアの方々が喜ぶだけです。ああ、いえいえ、私どもはクロビス殿下の知性に少しでも助けになればと。ハリボテの知性か。あ、殿下。ん？軍人？なんだ、無粋な。申し訳ありません。しかし。また特番かな。せめて素材は。愚か者！警察にはただの医療機器としか。全軍を動かすと。直属を出せ！ナイトメアもだ！イレブンのテロにナイトメアの部隊を出すのか。一体何があった？最初の手さ、なんでキングから動かしたの？王様から動かないと部下がついてこないだろ。あのさ。何？ルルーシュって社長にでもなりたいわけ？まさか。変な夢は身の破滅。うわぁ！何ですか！のんきに走りやがって。ぬ、うん、やめろ！そっちは！
俺たちのせい。まさか。なんだ。おい、ルルーシュ、エナジーの線が切れたみたいなんだけど。ああ。なあ、あれって。おーい、こっちこっち。いひー、悲惨。なになに、事故？酔っ払ってんじゃないの？おい、誰か助けに行ってやれよ。どいつもこいつも。リバル、ちょっと行ってくる。え？おい、ちょっと。おい、大丈夫か？ここからじゃ運転席が見えない。一旦上に登るしかないか。おい、聞こえるか？見つけた、私の。え？どこだ？そこにいるのか？あ、おい、止まれ！まだ俺が乗って。ああいうのも当て逃げっていうのかよ。内側にもハシゴをつけておけよ。警告する、直ちに停車せよ。今ならば弁護人をつけることが可能である。撃たれてる。次は当てる、直ちに停車せよ。軍まで出てきた、どうする。そのために私がいるんでしょ。出るのは危ないな、なんかヤバそうだし。携帯で。あ、女？いや、ひとまず隠れないと。アザブルートから地下鉄に入れる。カレン、ここであれを使ってしまおう。それじゃ虐殺よ。そうだな。あの女、何をする気だ。ターゲットは疎開からゲットへ向かいます。よし、追い込め。イエス。スラッシュハーケン、ナイトメアだと。こいつの威力はお前たちがよく知ってるだろ。くそ、本物のテロリストじゃないか。焦るな、まずはここから出る方法を見つけないと。回収せねば、何としても。あれは…こんにちは、バトレー将軍。貴様は…はい、特別派遣共同技術部のロイドです。その特派が何の用だ。だって始まるんでしょ、テロリストの掃討作戦。あはなぜそれを。あ、当たっちゃいました。貴様、やりすぎですって。将軍とクロビス殿下が内緒にしていた何かを取り戻すのは簡単だけど、仲間もまとめて掃除したい。テロリストを泳がせればアジトがわかる。おめでとう、君の推理大当たりだ。あ、いえ、私はただおかしいと。もういい。で、特派としてはどうしたいんだ。だから掃除を手伝いたいんですよ。手伝い？ええ、データが欲しいんです。それで何ですか、奪われたものって。化学兵器、つまりは毒ガスだ。ち、携帯は圏外か。この暗さと路面条件、かつての地下鉄路線を走っているな。行き先はどこかのゲットを、出るのは危険。でもよし、見えた。条件はクリア。軍の保護は尺だが、テロリストの通信機を土産に。あ、忘れてた。あいつ、俺を置き去りにして。何この音。ゲットの上空にブリタニア軍の輸送機。あんなにも兵隊が。今さらゲットに、どうして。テロリストは地下鉄構内に潜伏している。貴様たちの目的はテロリストが奪った兵器を見つけることにある。イレブンの居住地、新宿ゲット、旧地下鉄構内を探索せよ。発見し次第コールを送れ。ターゲットの回収は
我が親衛隊が執り行う。貴様たちは名誉ブリタニア人とはいえ元はイレブンだ。同じ猿の匂いを嗅ぎ分けろ。銃火器の携行を許可される身分になるため功績を挙げろ。今こそブリタニアに忠誠を見せるチャンスである。イエスマイロード。さっき見たブイドールといい、何かがおかしい。嫌な感じがする。どうしたのお姉ちゃん。ヒナ、マリとトモを連れて一度ゲットを離れましょう。ブリタニア軍がゲットに大勢入り込んでいるの。でもアコちゃんやユウちゃんは。手紙を残していく。それに客といるのならきっと疎開の方、ここよりも安全。何もなかったらすぐに戻ってくるから。さあ早く。うん、わかった。マリ、トモ、すぐに用意して。考えられるのはレジスタンスがゲットーに逃げ込んだとか。でもこれまでにレジスタンス相手に軍がこんな大規模で動くことなんてなかった。やっぱり何か異常なことが起きてる。それならヒナたちを疎開まで避難させないと。一度私の家に連れて行こう。トラックが止まった。事故か、それとも。攻撃されている様子はない。今のうちに上からよじ登れば。お前は、ブリタニアの。殺すな、これ以上。待て、俺は。しかも毒ガスなんて。毒ガスだと。とぼけようとしても。だから。どうせその毒ガスだってブリタニアが作ったんだろう。お前、殺すな。だったらブリタニアをぶっ壊せ。ルルーシュ、僕だよ、スザクだ。お前、ブリタニアの軍人になったのか。君は、まさかこれ。何言ってんだ。毒ガスじゃない。さっきの兵士たちの姿がほとんど見当たらない。旧地下街の方に入ったのかな。それなら好都合。いつものように地上のルートで大久保のゲートから疎開に戻る。いい？これから北に向かって大久保のゲートまで行く。そこから疎開に入りましょう。でも私たち名誉ブリタニア人じゃないから疎開には。私が何とかする。ここはレジスタンスとブリタニア軍の戦場になるかもしれない。疎開に行けばひとまずは安全だからね。うん、お姉ちゃんの言う通りにする。ありがとうヒナ。さあマリとトマも行くよ。答えろよスザク、毒ガスか、この子が。しかしブリーフィングでは確かに。あ、隊長。この猿、名誉ブリタニア人にはそこまでの許可は与えられていない。しかしこれは毒ガスと聞いていたのですが。方便の権利はない。まずい、確かに毒だ。外に漏れればスザクの主人たちが危うくなるほどの猛毒だが、その功績を評価し慈悲を与えよう。クルルギー一等兵、この銃でテロリストを射殺しろ。彼は違います。ただの民間人で巻き込まれただけです。貴様、
これは命令だ。お前はブリタニアに忠誠を誓ったんだろう。それはでもできません。何？自分はやりません。民間人を彼を撃つようなことは。では死ぬ。スザク！見たところブリタニアの学生らしいが不運だったな。女を捕獲した後、学生を殺せ。イエス、マイロード！ブリタニアのクソども。日本、万歳！何？自爆だと？この隙に！何？足元から地下で爆発でも起きたの？やっぱりただごとじゃない。早くここから離れないと。みんな大丈夫？うん、私たちは平気。お姉ちゃん、あれを見て。あれはナイトメアフレームの輸送機。まさかブリタニアはナイトメアまで使う気なの？どうする？いっそのこと軍に保護を求める？いいえ、ナイトメアまで持ち出している事態なんだ。まともな状況じゃない。できるだけ軍に見つからずに疎開に入った方が安全。そこの入り口から入って地下道で駅を越えましょう。うん、でもさっき。大丈夫、地上よりは安全だから。うん。ヒナはさっきの揺れが爆発だと気づいている。爆発のことは私も気になるけど仕方ない。地下の方が入り組んでいる分距離は長くなるけど、身を隠す場所が多いことも事実。地上にはナイトメアフレーム、地下では謎の爆発。一体このゲットーで何が起こっているの？逃げられただと？それでも親衛隊か？申し訳ありません。爆風はほぼ情報に拡散したのですが、岩盤が。何故お前たちだけに教えたと思っている？探索を続行します。作戦は次の段階だな。しかし殿下、あれが外に知られたら私は敗着だよ。本国には演習を兼ねた区画整理と伝えよう。第三王子クロビスとして命じる。新宿ゲットを壊滅せよ。相手は名誉ブリタニア人にすらなれないクズ。一匹残らず抹消せよ。当然。ジェレミア管理官、バトレー将軍が第二方面軍の指揮を取ってほしいと。参謀がいるだろう。せっかくの前線楽しませてくれよ。何なんだよお前は。お前のせいなんだろこの騒ぎはなあ。しかもブリタニアは、ブリタニアが続くまでも。今の揺れ、それにこれは発砲音。地上で何が起こってるの？もしかしてさっき見たナイトメアが。ヒナ、この音、お母さんやお父さんが殺されて。フラッシュバックを起こしてる。この音で7年前の戦争を思い出してしまったのね。ヒナ、ヒナ、大丈夫、大丈夫だから。この音が怖いのね。お姉ちゃん。大丈夫、私が地上を見てくる。ヒナはマリとトモと一緒にここに隠れていて、すぐに戻ってくるからね。
ここから地上に出られそうだな。いいか、そこで待ってろよ。どうだ？イレブンしかいないようです。この辺りなんだな、出口の一つは。はい。旧市街との地図は照合済みです。ここはダメだ。見つかる前に地下へ戻らないと。ブリタニアめ、赤ん坊まで殺すなんて。こんな時に、携帯。見つけました、女とあの学生です。ほう、よくやった。女を確保、学生はそこに立たせろ。テロリストの最後にふさわしいロケーションだな。お前ら、まあ学生にしてはよく頑張った。さすがはブリタニア人だ。しかしお前の未来は今終わった。殺すな！できれば生かしておきたかったが、上にはこう報告しよう。我々親衛隊はテロリストのアジトを見つけ、これを殲滅。しかし人質はすでになぶり殺しにあっていた。どうかね、学生君。なんだこれは。スザクも、この子も、そして終わるのか。俺も何一つできないまま、あっさりと。ナナリ！終わりたくないんだよ、お前は。なんだ？お前には生きるための理由があるらしい。さっきの女が、まさか。力があれば生きられるか。これは契約。力をあげる代わりに、私の願いを一つだけ叶えてもらう。契約すれば、お前は人の世に生きながら、人とは違う断りで生きることになる。異なる摂理、異なる時間、異なる命。王の力はお前を孤独にする。その覚悟があるのなら。ラグナレクの接続、神話の再びの始まりか。いいだろう、結ぶぞその契約。なあ、ブリタニアを憎むブリタニア人はどう生きればいい？貴様主義者か。ん？どうした、撃たないのか。相手は学生だぞ。それとも気づいたか、撃っていいのは撃たれる覚悟があるやつだけだと。お、なんだ。ルルーシュビブリタニアが命じる。貴様たちは死ね。イエス、ユアハイネス。撃て！地上の様子を見に来たのはいいけど、まさかこんな。なんでブリタニア軍が。助けて！ブリタニア軍が血統の日本人を手当たり次第に殺している。こんなのただの虐殺じゃない。まさか新宿血統の日本人全員を殺すつもりなの。いや、あり得る。ブリタニア軍の展開にナイトメアフレームの投入も、それなら理解できる。こうなると保護を願い出るなんて自殺行為。地下に戻って何とかして疎開に逃げ込まないと。ヒナ、みんな。あ、お姉ちゃん。よかった、みんな無事。ヒナ、急いで。
何？何が起こったの？何も見えない。何も聞こえない。ヒナ、マリ、トモ。とにかく、みんなを連れて逃げないと。体中がきしむ。動かそうとすると激痛が走る。でも、ようやく五感が戻ってきた。天井が、ヒナ、マリ、トモ。